久々に。久々ですね、有明。有明、久々です。有明のスタジオで、あのカメラの位置も、そうですね、ちょっと新規一点。はい。まあ、あとそもそもテレワークで久々に出社しましたね。はい。はい、そうですね。ちょっと弊社、ちょっと今テレワーク中なんで。2週間ぶりに来ましたね。そうですね、2週間ですか。はい。ということで、久々に有明から、はい、やりたいと思います。じゃあ、早速いきますか。はい。今日は、2人が来てる、こちらの、T シャツになります。 UA パフォーマンスショルダーショートスリーブになります。はい、これ、はい、特徴なんですか。特徴はですね、これちょっと普通の T シャツに見えますけど、特徴はですね、これチャーズオコットなんですよ、一応。はい、簡単なチャーズオコットですね、60、40、はい、なんですけれども、目付けがしっかりしてるんですよ。なので普通のチャーズオコットより厚手なんですよ。はい、はい、確か、普通のチャージオコットンが、まあ、パイコン数と言われるぐらいの目付け、1ヤードあたりというものなんですけど、これが7から8なんで、まあ、よく言われるちょっとしたあれですよね、ヘビーウェイト、はい、ヘビーウェイトスティック、はい、に結構近いですよね、はい、でも一般的に言われるやつもそれよりも少し薄いですよね。そうですね、実際、まあ、想像する、例えばヘインズさんとかよりは薄いね。薄いですね。なんで、はい、こう重量もそれよりは軽いかな。軽いですね、イメージが。なんか着た感じも、でも着心地はめっちゃいいっすね。はい、なんかコットンポリで、この目付けは多分新宿でマネキンコーデした時の、はい、T シャツですよね、と同じ目付けですね。これいいっすね、はい、これ好きです。これ袖にワードのラインが入っていたり、胸は、はい、あとですね、背中ですね、背中、そうです、幽霊っていうのがあるんですね。そうです、はい、はい、こんな感じですね、はい、で、まあ、いつも通りこれ、まあ、サイズ感ですよね。サイズ感どうですか。若干いつものやつ大きいですか。どうですか。L と若干大きいですですよ、はい、若干大きいですよ、確かに若干大きいです。僕これ今日 L でしょ。 L サイズです。普段の L サイズの T シャツだともうちょいタイトっていうか、そう、短いかな、もうちょいですよね、はい、なので袖も若干長くて、多分丈も長いですね、はい、すいません、僕らなんか本当にちゃんと調べてもらって、でも普段のルーズ、テックとかテックティーとかチャージのコットン、あ、長いですね、長いです、長いです、長いです、ですよね、はい、僕は178cm、はい、65kg、 ちょっとテレワークで多分1キロ太りました。面白く。多分、ね、ちゃんと管理してください。お願いします。やばいです。で、66キロ。はい。で、いつも普段 L で、今日も L 着てるんですけど、はい、若干多分大きい。そうです、ね。シルエットが大きいはずです。はい。ですよね。はい。で、僕が、177で、で、僕もちょっとテレワーク中に若干大きくなって、86から7。あ、はい、そうですね。大きくなってます。はい、確か84、5キロっていう話だったんですけど、はい、で85にしてもう潔く5はすぐしたんですね、はい、で今回、86から7というところで、まあ、でも体重変わってないですよ、はい、なので一応177、85から、6から7、85から7キロぐらいの人が切ると、これ WXL です、こんな感じです。はい、はい、で色は皆さんが着てる黒と僕が着てる、はい、カーキ、薄いカーキっていうんですかね、これ。そうですね。グレーとか言えないですよね。グレー、緑。グレーですよ。グレーかも。はい。で、今多分光が当たってると若干グレーになります。今日は前からず髪いきますね。しかも伸びていきましょう、髪の毛が。そうですよね。で、僕パンツアイスピケパンツです。ピケで、ピケでちょっと今展開してない、すいません、カラー入っちゃってるんですけど。今出てるのこのラインが白のやつです、ね、はい、これ L サイズですよ、ピケパンは、はい、じゃあちょっとだから ヘビーロスじゃなくてビッグシルエット、若干ビッグシルエットだから下に細身でもですよね。僕はちょっとなんていうのこう、はい、腰で履く感じのパンツ今日履いてる、だからまあ例のラインとしては、Y ラインじゃないですか。ああ、そうですね、こういうラインつくんですよ、はい、まあ、V とも言ったりもする
してる。でも、バイス。MP3。はい。まあ、でもあれ、一般的なやつで、よく、僕、母親言われましたけど、あなたは、あの、ワイルドやるんです。A は別に。ああ、そう。愛じゃないです。ああ、そういう。なので、まあでも実際結構その、ワイルドは、作りやすいんですよ。まあそうですね。上を決めにして、ボトムスを少し、小さめにして、で、靴まとめて。ワイは体に汗が入っちゃう。いや、そうなんですよ。最後、なんで最後喋らせてくれないの。はい、すいません。で、テーパードだったりとか履いてもらって、まあこれ、まあもしこういう感じで、で、さらに足首出してあげると、すっきり見えるんで、足も長く見えて、あの、下、それ、スタイルが良くなるんで、まあそんなようなコーディネートしていただくと、まあ僕みたいにそんな喋ってないんですけど、まあ、まとまりますよっていう感じですね。Y はだからその服で作れるっていう感じですかね。I とかだと、あ、まあ確かに体が、あ、そう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 。なんていうんですかね。もう体がね決まっちゃうと作りづらい。そう、それあります。はい。多分痩せ型の人も小太りもちょっと大きい人も結構作りやすいですね。なるほど。ラインは。今日 Y ですかこれ。I。でもお前結構 I で。はい。日々から。確かに。それ結構あれね、スタイルいいからと思って、なんか調子乗ってるでしょ。いや、調子は乗ってないです。スタイルはいいですよ。別に調子は乗ってないです。スタイルはまあいい方ですね。まあそうですよね。あの別に完璧じゃないですけど、もちろん。うるさいです。本当に。はい、くそわ。これしかも、あれなんですよ。結構かっこいいっていうか、なんかいい感じなんですけど、お値段が結構3500円で、え、いいじゃんっていう。これグラミックのチャージオットも買わないですよ。はい。値段が3500円で税込み3850円です。はい。で、これガスガスできますね、これ。これいいっすね。これめちゃくちゃいいです。これ普段着れますし、はい、これでトレーニングしても、なんかそれに様になるんで。保証金面にパフォーマンスも入ってる。ですから。アンダーも全部パーマされてますから、これ。はい。ただ、100% コットンとか使わないですよ。いいっすね。はい。これですね。はい。大丈夫。で、これサイズが、S サイズから 3XL、はい、3XL はい、あります。だから 3XL だから普通より大きいんで、まあ普通の普段は 3XL よりも若干大きめの 3XL でギリいたなっていう人はいけるかもしれないですね。結構幅広い方が着られるというところになります。はい、はい、そんな感じですかね今日は。はい、これすごくいいです。あの前回待望のキックシュレット出ましたってやった。あれ結構再生回数実際めちゃくちゃ多くて、僕らの初回の自己紹介のやつぐらい結構再生回数多いんですよ。はい、なので結構やっぱ皆さん求めてるのかなと思っていて、はい、本当にシュレット良くて、で あれはチャージオコットンで確かあのポリゴリ入っててすごい伸縮が、はい、で目付けは実はファイブオンスなんですよ。なので少し薄いですね。はい、でもこれ7から8あるんでめちゃくちゃいい感じですよ。これ本当に、はい、ぜひお試しください。僕もこれ2枚買うかもしれないです。僕同じの買うんですよ。めんどくさいの。基本。まあどうでもいいです。はい、はい、こんな感じです。はい、はい、ちょっと久々のなんかあれです。有明でなんか喋りすぎちゃいましたね。そうですね。はい、なんかこの空間いいですね。久々だったよ。はい。すみません、今日は、なんですか、これ何 T シャツ、パフォーマンスショルダーショーツです。はい、はい、3500円、カラーは2色、はい、S から 3XL までです。はい、こんな感じです。はい、ぜひ店舗で試着してみて。いやでも試着しなくてもこれで分かっていただけたら。そうですね、まあ、それが方法ですね。パチンって言ったような、はい、だんだん多分皆さんもだって外出るとなかなかね。ああそうですね、うん、なんか自分のね、あの体を自分で守ってできなかったりとかするので、はい、あのぜひオンラインで見ていただいて、で僕らレビューをナイストームたまにレビューするので、はい、それを見ていただければとレビュー欄に、はい、思います。じゃあ、そうですね、チャンネル登録と、はい、高評価よろしくお願いします。今日もありがとうございました。ありがとうございました。